本日はどうも日常演舞です。本日はこちらセブンイレブンで買ったいろんな商品たちと、そしてなんか食券とちゃんと覚えて妙精でいいんですよね、が油そばというものを食べていきたいと思います。油そばとか揚げ物とかも美味しそうなんですけど、まず重要なのはお野菜ということで、パリサラダからですよね。ちょっと待って、はい、というわけで、まずはサラダさん、自分はちょっとあなたもお気づきと今更言うまでもないんですけど、普段ファミリーマートに言うと思うんですけど、ちょっと移動時間のところでどうしてもファミマ寄れないっていう時には乗り換えの駅であるセブンイレブンでサラダ買ったりしてまってね。ではこのコールスローサラダ、結構シャキシャキキャベツが、はい、いっぱい入っていて美味しいですね。ではいただきます。ごちそうさまでした。最初に食べたコールスローサラダ、シャキシャキという心地よい音とプチプチと弾けるコーンの甘さがよく合っていて、今回も美味しかったです。今まで何度は食べてるのにレビューは初めてですね。次に食べた塩レモン唐揚げは レモンの爽やかな酸味が塩だれのあっさりとした唐揚げとよく合っていて美味しかったです。唐揚げにレモンは結構論争になりやすい部分だと自分は思うんですけど、あらかじめ衣につけておくという点では十分ありですね。次に食べた未来デリメンチカ、確かに植物ですね、肉か何かを使ってるのだったな。ジューシーで本物のメンチカツとあまり変わらない美味しさを味わうことができました。口の中でじわっと広がる肉汁は本物にも負けていません。ただやっぱりちょっとうまく言えないんですけど、何か違いがあるかなとは思いましたね。さらにその次に食べた冷やしたまま食べるチキン南蛮はタルタルソースに嫌なあいつがいないので、あっさりさっぱりとした味わいを最初から最後まで味を楽しむことができます。お肉の程よいカリッとした歯ごたえもいいです。さらにその次、ブブカ油そば、ちょってりした味付けが先ほどまでのさっぱりとはまた違った醤油の美味しさを口の中でじわっと入れてくれました。麺も太いので噛み応えがあるのも嬉しいです。その次、枝豆ご飯おむすびはただのおにぎりではなく、ところどころに枝豆のコリッとした食感が入っていることで変化を楽しむことができる商品になっているなと思いました。その次の昆布枝豆にも入っているので、当然こちらもコリッとして食感を楽しめたのですが、さらにもち麦が入っている、使われているので体にも良い商品になっていると思いましたね。最後に飲んだのはプロテインドリンク、バニラ風味、バニラのさっぱりあっさりとした甘さが飲み進めるにつれて口の中でシュワーッと広がってきました。バニラというと自分はアイスのイメージなんですが、アイスとはまた違った美味しさがあります。こちらはミルクプリンに近い後味すっきりした甘さになっていると思います。では本日食べたセブンイレブンの商品についてですけど、まあ一部例外はありますけど、自分は塩レモン唐揚げのさっぱりとした後味が一番好みだったので、代表として4点とさせていただきます。それでは本日はセブンイレブンの商品いろいろ、まあそのとプラスアルファを食べていい気分になってみた動画でした。あなたもいい気分になれましたか？もし慣れたのであれば、本日動画でレビューした商品を一つでも食べていただけると私も嬉しいです。では本日はここまで。また次回の演目でお会いしましょう。